というわけで本日はこちら、戸田駅から徒歩18分、中山道沿いにございます花屋洋平さんにやってまいりました。いやー、なんでもこちら、なんとあの秋の味覚といえばの松茸ご飯が食べ放題のプランがいただけるということなんですけれども、松茸大好き竹永としては見逃せないお店ですよね。そして本日スペシャルゲストをお迎えしておりますこの方です。カラーはいさい出たオリオンリーグの玉寄せです。出たいやーやっぱさ、はい、玉屋寄せはさ、いや玉寄せですよ。なんで花屋洋平に釣られてるんすか。このボケが言いたいがためこのボケのためのキャスティングですか。あ、そうです。ありがとうございますでも用なしじゃないですか僕じゃあ、いやそんなことないね、はい、沖縄出身の、はい、玉寄せをお迎えして、はい、どう沖縄で松茸ってあんまりイメージないんだけど。松茸食わないっすよ。食わない。食わないっすよ。あんまり、あんまりあんまキノコのイメージないもんね。ないっすよね。松茸食った記憶ないですね。本当に嘘。そうですね。マジで食った記憶がないんでちょっと楽しみなんですよ、うん、おーいっぱい二人でおかわりしようじゃないの。したいっすね。はい、それではどんな松茸ご飯いただけるんでしょうか、はい、楽しみですね。それでは今日は張り切っていこうでしょう。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやーカメラが回ってないところで玉寄せとお話ししてたんですけれども、やっぱり沖縄ってね年中暖かいから秋とか冬の味覚ってあまりないそうなんですね。松茸と同じく鍋も沖縄で食べたことないなんつって、ね、言ってましたね。はい、というわけでこちら花屋洋平さん、春先にはタケノコご飯、夏にはアサリご飯、そして秋には松茸ご飯と炊き込みご飯食べ放題キャンペーンをよくやってらっしゃるそうなんですけれども、その中でも松茸が一番人気とおっしゃってましたね。それでは現場の竹中さん。はいはい、こちら現場の俺が松茸長だ。いや、なんだそれ。はい、というわけでこちらが松茸ご飯と熟成とんかつ膳です。松茸ご飯のみならずキャベツ、そしてこちらのしじみのお味噌汁もおかわり自由だって言うんですからね。これテンション上がりますよね。それを早速見ましょう。いや食べましょうよ。鑑賞用じゃないですか。ディスプレイじゃないですよ。食べましょう。食べたいの。食べたいですよ。食べ放題なんですよそれで早速いただいてみよう。どうだ。香りがいいっすね、めちゃくちゃ。あ、そう。はい、めちゃくちゃ香りです。松茸初めてなんですけど。こんな美味しい。予想が上回りました。うまい。これですよね。結構大きめのね、松茸がゴロゴロ入ってる。これありがたいですよね。うん、食感と香りがたまんないですね。で、結構ゴロゴロ松茸入ってるのね。お箸で、ね、ご飯を掴むと漏れなく松茸が挟まってくるみたいな感じ。ありがたいですね。はい、というわけでこちら1杯目完食。はい、こちらおかわり2杯目です。このザ・松茸っていうね、このフォルムで入ってるっていうのはね、テンション上がりますよね。でも2回です、ね、やって2回。はい、まあ、ちょっと食べ直しの方で3回ですね。ぜひもう今3杯目ですか。はい、3杯目ですね。はい、こちら2杯目完食。はい、というわけでこちらおかわり3杯目。ここで初めてのお肉ですね。とんかつを投入してみたいと思いますよ。うわ、
衣がサクサクな感じで、この油のね感じが松茸ご飯とね合わないかななんて思うんですけれども、口の中で混ざり合うとこれはまた絶妙なバラ。早く食べてください。ロースが待ってますから早く食べてください。すいません空振りしてしまいました。はい、揚げ物なんでちょっとねジャンクなイメージあったりするかと思うんですけれども、上品なとんかつでね松茸ご飯によく合いますよ。はい、こちら3杯目完食。はい、というわけでこちら松茸ご飯4杯目。はい、そしてこちらデザートもついてるっていうのはね嬉しいですよね。寒天がさっぱりしてて美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやいかがでした、初めての松茸。いや美味しいですね中2くらいの食べ方しましたよ部活帰りの。そうだよね、はい、聞くところによると、まあ、大体こう2人でね15くらい食べたんじゃないかって2人で15っすよ。結構食べたね、はい、ありえない量っすよねえお米5合って相当だもんね、うん、家のじゃあじゃ炊けない量食べました。やっぱそんぐらいね、はい、こう美味しかったし、なんかちょっと食べなきゃ損だみたいなね、っていうのありましたね、松茸だからって言ってね、はい、頑張って食べたみたいな感じですけれどもね、いや美味しかったですね、はい、松茸ご飯もさることながら、まあ、他のおかずもね、カツもサクサクで美味しかったと思います、はい、というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカードを出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなどを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、こちら花屋与平さんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。バイ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